あれはマイロの黄金時代だった。永遠に続くような穏やかな日々、それと最高の治安官、デビアでも一番公明正大なあの日まで、静かだった遺跡が暴れ出した。これが古紙の遺跡の真の姿。このままだとマイロ全体が土砂に埋もれてしまう。あなたがしたことは犯罪です。さぞかし辛い選択だったよ。自分の力で何とかするしかない。これまで守ってきた正義やルールを踏みにじることになるから。誰かがやらねば、決断する者がいなければ、その時は俺が決める。世の不公平は全部この私が正してやる。暗闇を照らすことこそ太陽神の使命にして存在意義だ。新鮮なお肉にシャキシャキ野菜、出来上がり、火力全開。私の自慢の一